はい、今回2023年2月中旬時点のホンダ車の最新納期の方が判明したんで、全車種の最新納期とともに工場の稼働率の方ですね、紹介していきます。まあ、昨今の新型コロナウイルス感染拡大、慢性的な半導体不足、不安定な海外情勢等の不幸的な要因で部品入荷や物流に遅延が発生していて、ね、2月号に関して特に生産影響が発生している車種がベゼル、シビック、ステップワゴンで、シビックはタイプ R がオーダーストップが変わっている状況なんですけどね、2月いっぱいでガソリンターボ 1.5 リッターガソリンターボと2リッター EHEV の方もオーダーストップがかかるみたいで、で工場の稼働率変更があったみたいで、鈴鹿と埼玉より三重県鈴鹿の方が1割通常稼働だったのが2月9割稼働になって、で埼玉県寄りの方が1月が8割稼働だったのが2月になって9割稼働になって、一時2月の方は10割稼働って記載されてたのがいつの間にか9割稼働になって、車種によっては4ヶ月か半年ぐらいですね、納期が伸びた車種もあるという情報で、特に SUV の納期が延長しているみたいで、でシビック 1.5 リッターガソリンターボ1年程度で、2リッター2モーター EHEV の方も1年程度で、今月いっぱいでオーダーストップが変わってさらに納期を延長するという情報も入ってきてるんで、でタイプ R 1年以上、まあ今の時点だとオーダーストップで2リッター VTEC ターボですね、1年以上って記載してますけど、結局オーダーかけたとしても2、3年という情報なんで、かなり納期がかかる状況ですね。でステップワゴン 1.5 リッターガソリンターボが1年程度で、で EHEV の方2リッター EHEV が1年程度、ステップワゴンもいつオーダーストップが変わってもおかしくない状況で、でフリード 1.5 リッターですね、ガソリン車半年程度で、ハイビットの方今まで半年っていう記載だったのが5ヶ月に短縮したみたいで、フリードの方はガソリン車よりハビットの方が納期早いですね。しかも一部タイプカラーによっては1ヶ月か2ヶ月で納車可能で、まあフリードはフリードでフルモデルチェンジ時期なんで、現行いつオーダーストップが変わってもおかしくない状況で、でフリードプラス 2SC との5名乗車 1.5 リッターエンジン、フリードプラスの方はガソリン車の方が1ヶ月短縮して5ヶ月で、でハビットの方は半年程度、フィードプラスの方も1ヶ月か2ヶ月で納車できるタイプとカラーがあって、ZR-V、1.5 リッターガソリンターボが半年以上で、で、2リッター EHEV の方が1年以上。ガソリン車は年内中に納車可能みたいですけどね、まあ大体7ヶ月から10ヶ月という情報なんで、ただ EHEV に関しては、まあ X も Z もともに1年2、3ヶ月という情報なんで、で今契約した来年2024年の5月6月ぐらいになってくるでしょうね。でベゼルガソリン車、まあ、ZR-V とほぼほぼ納期は一緒で、ガソリン車が半年以上年内納車可能で、で EHEV の方が1年程度、1年程度って記載してますけど、最近また納期は延長したみたいなんで1年以上ですよね。で一部タイプカラーによっては選択不可、 Z の方も確かオーダーストップが変わっている情報、変わっているという情報が入ってきて、 X だと納期早いみたいですね。ガソリンの G グレードとハビットの X は納期早いみたいで、売れ筋の Z と、まあ、プレイはもちろんオーダーストップが変わっている状況なんで納期はかかるみたいで、まあ、1年3ヶ月か1年半という情報ですね。でホンダ E だけが納期は早くて1ヶ月程度で、フィットガソリン車半年以上で、 EHEV の方も半年以上、まあ、年内の今年中には納車はできると思いますけどね。一部タイプカラーによっては2、3ヶ月で納車は可能、
で、N1 が5ヶ月、ちょっと短縮しましたよね。N シリーズは全車種、数か工場で、NBOX が半年程度、N ワゴン、半年以上で、NBOX も若干納期早まったんですかね、半年程度なんで。で、NBOX と N ワゴンは、一部タイプカラーによって1ヶ月か2ヶ月で納車可能。まあ、NBOX もスパチショットの方、新型の方ですね、捉え始めてきて、今年中にフルモデルチェンジ予定なんで、現行いつまでオーダーかけるのか。まあ、N ワゴンも半年以上、1ヶ月か2ヶ月で納車可能なタイプとカラーがあって、N 版も納期早まって5ヶ月程度になって、一部タイプカラーによっては2、3ヶ月で納車可能。N 版は確か来月あたりにマイナーチェンジか改良か挟んで、で、SUV とか普通車の方ですね、全体的に納期の方が延長してきている状況で、フリードは若干納期早まって、フィットはホンダ E とともにですね、納期に変更はなくて、シビック、ステップワゴン、 ZR-V とベゼルが、まあ、納期の方を延長している状況ですね。はい、今回2023年2月中旬時点のホンダ車の最新納期と2月の工場の稼働率について紹介しました。